別にもうどっありがちとうごでざいもまいい。疲す。丸れ山たくんわ、か。よろしくもね。う。はい、じ考ゃあ、えることが楽しく大やり事ましだっつ。ょう。レッツ、人狼さん。まあ、どっちでもいいけどよ。疲れる。役ちゃ職んをとお選ね、びください。村の奴が俺を信じたら選択逆しのな方いに場入れるっ合、て言ったじゃ余っねえてかいる役よ、職もう。が言うこと聞ランかダムねえでんだ提から供曲されげるまんだってす。言ってるに決まってんじゃん。あなたの村目として的ありは、えないタイミ村ングって人何それ。です。裏を返せば世狼にだったら負け絶ま対しにもった。とありえないタイミングってことな人んでし狼ょ。に気をつけだてからくだ俺さい。狼で釣られに来てんの。あの盤面で。もう教えてくれよ。狼で何？三八で。新占い師に票入れんの？二人だけ。もうさ、悪いんだけど、自爆ものレベルでさ、そこまで俺さ、下手じゃないんだよ、悪いんだけど、もう。必ずライン切るわ。もう無理な試合は曲げるけど、ライン切るよ。ライン切らないでどうやって勝つんだっつうレベルだからな。もうね、結果夜無が視に明けなまるっしつた。うかよ、なんであの、昨夜は村が誰も悪いっ死にて言っませてるんで通りしになった。てじゃ発ねえ言か、ターンもう、にほん入りと。ます。4番のプレイヤーが発言します。はい。皆さんよろしくお願いします。そうだな。何を言えばいいのか。まあ、素直に思ったことを言ってほしいなと思ってて、まあ、5番さんから俺に対してどういうふうに思ったのかを言ってほしいかな。で、まあ、占い師どこで何人出るか知らないけど、占い師に、どっちを信んでみるか、印象いいかとかも、一周目から言った方がいいと思ってる。ラインが見やすいし、初日なんて簡単に、ライン切りなんてすると思ってるから、触れ方おかしいなっていう人が、後々、相方なんじゃないかなっていう精査もできるから、占い師に対して、どう思ったのかっていうのはちょっと残しておいた方がいいと思ってます、僕は。はい。それぐらいです。以上です。5番のプレイヤーが発言します。素直にね。素直にっていうかさ、常識で考えればいいんだよ。まあ例えばね、村としてありえないって語られてて、役職が。裏を返せば狼ではもっとありえねえんだろうよ。この人死んだろ。とかって考えればいいのにね。それも分からずにね、もう深くも考えなきゃね、負けるよ。まあそれはもういいや。SG1 の村人を釣るゲームじゃないので、SG1 の村だと思う人、白い人は釣らない。SG1 の黒いやつはもう論外だけど。悪路をついたいですね。はい。4番さんみたいに立派なこと話してる悪路のような感じもするんで、4番さんにも入れたような気持ちがしますね。SG1 の人は皆さんで勝手に釣ってください。みんなで勝手にすればいいでしょ。俺は厳しいとこ行くよ。誰も入れないようなとことか。その中に狼感じればね。はい、4番さんもに、もう一周聞きます。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はーい、おはようございます。占い師です。ランダムで3番さんが白です。3番さんが白。把握お願いします。4番さんからスタートして、まあ4、5、5番さん、白狼1で釣りたいって言うけど、必ず人狼が白いわけじゃないと思うからね。そこは白狼1を釣りたいじゃなくて、とりあえず怪まあしい大ところを丈夫、大釣り丈たいで夫。いい6と番、思うこれよ。はね、メッセージなの。SG1 を釣りたこいっれがていう村考だっえもていう村メッにはセージ普通なんにだあよ。ると思ってい僕のて、意味は。やっぱ発言が後の人の方で全然伸びなかったりしたら、色落とせないんじゃ釣らざるを得ないんじゃないかなと思うので、5番さんとは進行論的には違うとは思うけど、別に黒いとも思ってません。白狼1をどうやって見つけるのか5番さんには期待してはいますが、とりあえず3番さん白です。4号はまだ色は落ちてませんし、5番さんとは進行論が違うなくらいの印象しかないです。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はーい。失礼。そうだな。いきなり入ってきまして申し訳ないですね。そうだな。5番と6番の進行論が違うのであれば、5番の進行論に乗っ取るのか、6番に乗っ取るのか、みたいなのを精査していけばいいのかなと思ってますけどね。対立軸となるのかどうかっていうのは分からず、6番と5番っていうのは別陣営かどうかは今の段階分かってませんので、2周目の位置で発言伸びる伸びないだったり、ヒロちゃんが言うようにクレイ1が、SG1 に対してのフォローの仕方だったりが、
肝になってくるんかな、この試合は、と思ってますよ。そうだな。6が3ね。了解です。2周目考察の案を出しますが。疲れた。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村陣営でした。CO 特にありません。ということで、まあ、6番さんが占い師用で3に白ですね、把握しました。そうですね、まあ、6番さん占い師の印象について言うと、どうなんでしょうね。役についての話っていうのがなかった点がちょっと気になったっていうところですね。まあ、そこで若干新芽はないかなと現状思ってます。で、まあ、457に関しては進行論云々の話で、まあ、特に色落ちはなしなんだけど、5番さんっていうのは強アピしてるのかなと思っちゃいましたね。で、その強アピがどっちの意味のなのかっていうところね、狼で強人っぽく見せてるのか、まあ、役持ちで強人っぽく見せてるのか、まあまあちょっとね、噛まれない対策をしてるのかって、その辺がちょっとね、評価の分かれ目でどうなんだろうなと思ってるんで、まあ2周目ね、5番はちょっと特に注目して聞きたいなと思ってますっていうぐらいですかね。以上です。9番のプレイヤーが発言します。お願いします。自分が真の占い師で、6白の出ちゃったんですよね。ランダムで。だから6が強人になります。で、まあ、とりあえず、騎士と狩り人に関しては、まあ、釣り位置上がったら、まあ、出てきてもらえた方がいいかなと思います。6番さんの黒位置がまだ上げられないってことなんで、自分。とりあえず6番さん強人です。で、6番さんに白当たっちゃったのがちょっとなーって感じです。まあ、今んところ4、5、7、8の、色はまだ落ちてないです。じゃあ、どうしよう。とりあえず2周目回します。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村陣営とこに資料ございません。グレーで一番印象悪いのは7番さんかな。7番さんに関しては4号グレーで出てるのに全く触れてないよね。4番さん、5番さんはあなたから見てどう見えたんですかって、もっと精査してほしかった。もっと発言を落としてもよかったんじゃないって思ったんだけど。そうだね。8番が8番か7番どっちか忘れたけど、8番か5番が強人みたいなの見てるって言ってたけど、強人要素あったかなと思ったんだけど、正直。ただ5番さんと違うのは、俺は、怪しいとこがなかったら、初日はグレーで怪しいとこなかったら全然、グレー釣りだったら全然、SGG 釣りますよってとこ。SGG があったらね。だって黒打たれたら跳ね返せないでしょ、その SGG の人は。4番さんに関しては2周目かなって思ってる。占い精査に関しては正直6級、まだわからないかな。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。特に使用ありません。そうだな、4と5、わからない。で、7番なんか、進行論等々、まあ、7番の1だから仕方ないのかなと思ったけど、まあ、7番もちょっとだけね、4、5、7の中では一番。黒っぽく見てる。で、8番さんのその6番役に触れてないとか、そういう着眼点良かったかなって思った。とりあえずちょっと釣りしっかり上げていかないと、話進まないと思うけど、だからそんな感じで、まあ、7番が怪しいのかな。とりあえず雑だけどね、上げてる。で、1番さん、もう特に、まあ、とりあえずみんな色落ちしてないって感じで、6級の精査はまだついてません。で、そうだな、6、9、どうしても釣るってなったら9番かな。6番あっても強人だし、って感じかな。だから、わざわざ6から釣る必要ないのかなとも思ったけど、まあ、まだわからないです。2周目、釣ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、村人陣営です。まあ、6が3、9が6ってことで。まあ、9番さん目線は6番が強人ということで。はい。まあ、現状、一番印象良かったのは1番さんですね。はい。まあ、なぜならば自分と視点がほとんど合ってますね。はい。まあ、7番さんって確かに4号グレーで出てきてるのに、役でも出てきてないのに、なんで全く触れなかったんだろうって思いましたね。はい。現状の7番さんが気になります。っていうところで、まあ、
あと、6番さんも占い師で、まあ、役は別にまあ、触れなくてもいいんじゃないですかね。別に、まあ、進行としては潜伏。まあ、確かに新占い師としてはちゃんと触れてほし、触れては欲しかったけど、まあ、別にいいんじゃないのかなと思いました。まあ、だからといって8番が怪しいわけじゃないですね。ただ俺はそう思っただけです。4番のプレイヤーが発言します。占い、うわ、めんどくせえ。めんどくせえ。役すら、8番さんが占いにしろね。ああ、白いと思ってるのは、なんかな。5番さんってそこですげえ俺のこと釣りをしてきて、4番釣るって言ってきた。ただ8番さんが5番さんに対して、なんか SG1 を釣らずに、わけわからないとこ釣るって言ったのが、強人っぽいって言ったのが、それは意見は一緒。だから5番さんは白いけど、それは強人も含めて白いなと思ってる。かな。1番さんはなんかちょっと途中で途切れ途切れだったから、3番さんが印象いいって言ってたけど、俺はそれは正直拾えてないです。はい。だから、視点が一緒だったのが8番で占い仕様に白でしょ。2番さん釣りたいなって思ってたんだけど、グレーの精査が微妙やったから、微妙だったから、2番さん行きたいなと思ってた。7番さんがグレーに触れてなかったのは2周目次第かなって思ってるかな。だから今のところ強人っぽいの釣るんだったら5番さんかなって思ってます。あ、3番さんもグレーになるんか。3番さん、まあ1番さん印象いいって言ったのがわかんない。それは申し訳ないけど、だから5さんどっちかかな。って感じです。3番さんには申し訳ない。2周目の話聞いて決めますが。はい。今のところ8番さんと意見が似てるから8番さんの方が新っぽいなっていう感じですかね。5番のプレイヤーが発言します。うん。じゃあ今の発言で4番釣るわ。狂人釣るゲームだって、狼釣るゲームなんだけど。うん。え、色は白い人釣るの？白いっていうことはね、ほぼほぼ何分の 1？ 狂人の確率って少ないよね。5分の 1?20% ぐらい ?80% ぐらい村なんだけど。この人釣るんでしょ？じゃあ狼じゃん。8番の視点？もう真っ黒すぎるとこから8番釣りをそうと思ってた。あのさ、8番みたいな真っ白な人を釣り押す人ってさ、村に決まってるでしょ。村ビですよ、究極の。人狼殺のレジェンドだけができる。普通の人は4番みたいに簡単に釣れそうな5番を釣りますって言うんですよ。簡単に釣れるやつを釣るやつが狼って言うんですよ、5番と8番みたいに。それに今日はピって言う人の方がどうかしてるんですよ。厳しいところに行くって言ってる人間。今だったら俺は8に行こうと思ってたよ。まあ占い師だから行かないけどね、今回は。そんな人がね、狼なわけないし、狂人なわけないんです。真の狂人？うん。俺みたいな人釣るでしょうね。簡単に釣れそうな人。うん、釣るでしょうね。ってことで俺は7番には1でも行かねえから。134の中で。13がひどかったらそっち行く。4番の発言は何？狂人？色が白い人 ?20% 狂人で 80% 村の人釣るって言ってんでしょ ?80% 村だぜ。うん、大丈夫？狼釣るんだよ、このゲーム。うん、気持ちがないなら4番釣るわ。俺はそれだけ。うん。狂人だと思ってんでしょ？じゃあ勝てねえから。本当の真の狂人は仕事しなきゃいけないんだよ。うん。みんなから釣られにかかってる村の人釣るに決まってんだろ、優秀な狂人。6番のプレイヤーが発言します。いやー、平野村作れた後喜んじゃったんだけどな。俺は8番さんが狂人に見えるんだけどな。8番さん狂人で2番さんが黒かったから2番さんを守ったっていう風に見えている、今のところね。9番さんが狂人だとしたら俺に白を打つ意味がないので、9番さん人狼かなと思って、人狼であればさらに、俺に結局白を打つってのは、占い制裁になった時ね、わざわざ俺の方を釣るっていう方が村目線少ないと思う。9番さんかなり釣られるなと思うから9番さんが真に見えています。9番さん真で8番さん狂人っていう線が見えていて、2、3がローローなんじゃないかなっていう感じもしたんだけど、2番さんが言ったんだけどね、6、9だったら9釣るって言っちゃったところ、占い精査、いきなりもう9の方を釣るみたいな言ってしまうところ、結構ヘイト買う行為だからないのかなと思ってしまっちゃったけどね、わかんねえな。ただ、3番さんかなと思っちゃうんだな、今のところ。
ワンチャン平和盛りになった理由がさ、3番さんが囲われたから相方が出なかった。で、8番さんが、あ、9番が6に白打った。6番強人ありえないから6番人狼だっていう見るよりも、9番さんが、普通に6に白打ったところ。8番さん目線？あれちょっと言いたいことがわからなくなっちゃった。言いたいことわからなくなっちゃったけどさ、俺の空が見えてたような気がするんだよな。4号が殴り合ってるから4号ラインないと思うけど、5番さん釣りよりも俺は3番さん釣りだったと思うけどな。4番さんがそこで5番さん釣り持ってっちゃったところ気になってはいます。発言聞いて投票先決めます。あ、すいません。7番のプレイヤーが発言します。役持ちがこれですかって思っちゃったかな。どこ釣るってきっちり言ってもらった方が村目線やりやすいんじゃないかなとは思ったけどね。3、4、5っていうのは、まあ、言ってしまえば4、5っていうのは、まあまあ、なんだっけ、なんていうの。まあ、話が前半1だっていうのもあり、まあ、色が見えてないっていうか、8、9の占いも飛んでないし、ってとこで置いといて、3番ってでも黒要素拾えた？別になかった気するけどね。っては思ったけどね、僕は。1番さんっていうのは僕に対して殴りは入れてきてるものの、村勘定での殴りかなとも思えるがゆえに、そうだな、僕も今、そうやな、僕が占いで8、9に座ってたとしたら、どこ占うかなっては思ってたけども、初日の追位置っていうのは結構大事になってきて、霊能いないでしょ。霊能いないがゆえに色が見えないので確実に黒いとこは冷たいとは思う。どっちかというと4、5番の意見から言うに、聞くにか。5番の方をし、5番の方が白く見えるがゆえに、4番行きたいってところは正直ある。3番さんがよっぽど黒くならなかった、なったり、1番が発言伸びなければそっちに。8番のプレイヤーが発言します。はい、まず潜伏した理由はね、3CO 盤面を作りたかったっていうところですね。で、あと、俺の白先の2番を提供することで、提供しないことでね、そこに2番に白が被った場合に、2番がね、白隠するっていうようなメリットもあるんでね。はい。で、それで出ませんでしたっていうところですかね。で、かつ、あと、俺の後の位置で、まあ、白を刺してくるような人がいたらね、結構破綻が見えるね。破綻というか、情報釣りでそいつを陣外を釣れるからね。っていうところかな。っていうぐらいですね。で、どうなんだろう。9番さんに関しては、俺は狼で見てますね。で、理由としては、5が強っぽく見えるんで。で、ここっていうのは、明らかな俺は強人だと思うんで、強人として俺は5を釣りたいなと思ってます。強人を釣るっていう意味でね。はい。っていうところかな。で、本当、まあ最高なのは1を釣って1の色を見たいっていうところなんだけど、現状釣り位置は俺は5ですね。でね、そうだね。3番さんっていうのは盤面上俺目線は最白になるのかなと思ってて、で、6が3白出した時点で3級ローローだった場合に、3番が囲われてるから9番って出ないと思うんだよ。っていうところで、俺は3は釣りたくないなと思ってます。で、現状ね、5かな、釣り位置5。で、そうね、5かな、5か、あと1番さんの話も聞きたいな。生き残ったら8を釣る。はい、で、俺どっちかなと思って。自業自得だ。生き残ったら8を釣る。9番のプレイヤーが発言します。残ったら8をする。2周目お願いしまして、まあ、録画訳すらして、8が占い仕様をしたんだけど、自分、6強人の8ロードも見え、まあ、なくはないと思ってます。まあ、今日はとりあえずグレーかなって思って、全然7と1が色落ちがなくて、3、4、5だったら自分は、4行きたいと思います。で、
どうだろう。とりあえず、釣り、もし野球持ってたら、あれ、釣りたいがあったら、なんだっけ、使用してください。そうしないと確実に村が負ける可能性が高いので。自分まだ8強とは見てないので、8強、8郎かな。まあ、とりあえず自分はもう8郎、8が人外なんで、釣りたいんだけど、まあ、おばあさんが言ったように人外を釣る、人外じゃない、人狼を釣るゲームだから、言ってたけど、自分4行きます。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。8の芯切ります。8の芯切りますね。8番に言っとくね。俺を釣って俺の色が見たいってどういうことと思ったんだけど、この村強人いない、霊能いないですけど、大丈夫ですか ?8 番さん。で、8番さんの、3子を作りたかったって意味が全くわかんないんだけど、正直全く意味がわかんないんですよ、ね。もう狼さんすぎねえんだから、8番が死ぬ。あなたが真の占い師だったら、三子を作る意味ってある。占い師だったらもう舐めてんだから、占い師って言われるんだよ。ぶっちゃけで。ぶっちゃけ舐めてんだもん、これじゃあ。もういいんだよ。8番ひどすぎるわ、これ。意味がわかんない。あら、考えを改めなきゃいけない。狼を釣らなきゃいけねえんだよ。4番釣り。狂人釣って他のわからないからっていう、そんなね。今日は完全に4釣りでしょ。4番さんって結局5のこと強人と思って釣ってるんでしょ?5番も言ってたけど、これはローするゲームですよ。大丈夫ですか?んで何?俺のことも何?聞こえにくいで怪しいって言ってるんでしょ?じゃあなんで俺を釣り位置に上げないの?全く意味わかんないんだけど。でじゃあ 3番さんの釣り位置上げてたけど、3番さんの黒要素どこですか ?3 番さんの黒要素上げてくださいよ、じゃあ。わけわかんない。5番のこと強人ついてるのは3番アナト目線黒になるんでしょ ?3 番さんの黒要素上げてください。お願いします、4番さん。8とか4が村だったらね。でもないで3番さんを勝手に釣り上げないでくださいね。そうよ、ね、考え方を変えないとやべえから。はい、正直、まあ、俺はほぼほぼ人外って言ってるけど、村でも正直4番いらないです。使えません。もう本当に、やばいんだよ。思考として、4番のやばいのは、考察、狼探さなきゃいけないんだよ、はい、2人みたいのは。そうですね。4番さんのちょっと強人と見て釣るみたいな発言ちょっと引っかかりましたね。で、6番さんに言われたんですけど、自分、まあ、狼を釣らなきゃいけないはずで、プレイスキル的に恥の方ができるはずなのに、これをやらないっていう。今日、どっちかわからないんですけど、どっちかというと村の方の感情を考えられないっていう時点で、もうしょうがないんだもん、これ。8の陣はもう切るしかないよ、これ。村負けたら8番が悪いんだから。そうだな。他は全然分からなかった。ぎょっとするもん。だって、狼探す気ねえのかよって話でもう、俺ビビるもん。役職だったらもう、負けても8するわ。3CEO を作る理由があんまり分からなかった。わけ分かんないんだよ。6番さんの9番さん言ってたけど、ね、ちゃんとこう。的にこれ強靭ないのかなって思ってます。別にさ、可能性あんだから別にさ、はい。結構真な動きなのかなって思ってます。8つ、なんつんだろうな。まあ、言えねえけど。そうやな。9番1人になるためにやる強靭なんかいないやろって思ったし。6番さんは強人じゃないですよ、9番さん多分。そうやな。地下9、どっちか分からない。今んとこ分からないけど、8番の方が怪しいかなって思って、だから9番さんに黒占いしてほしい。なんか、8番が強人で自分を黒と置いて自分を釣らせたいみたいなこと考えられてたら困るし、自分の考察的にも、俺白だって言っても信じてもらえそうにないから、9番さん自分を占って隠しを作ってほしいかなって思った。はい。そうだな。4番さん釣りでいいと思う。自分も、まあ、便乗しちゃうけど、強人釣るみたいな言い方ちょっとあれだったけど、5番さんね、ちょっとわからないです。3番。俺はね、わかるわけねえから、俺は。俺の本当の意味は、はい、俺のいつものコメントを言うことは一貫して村なんだよ。今日は率直に言います、4番釣りです。はい。叩かれたから叩き返すんじゃないんですよ、自分は。その、叩き方が不当だから、返しますね。ブーメランで。4番さん目線って、1番さんがよく聞こえなかったから怪しいって、じゃあ聞こえなかったんだったら2周目発言聞きますぐらいの色、普通に言えばよかったじゃない。これがね、4番は村の可能性もあるから。で、なんで強人目の5番を釣り寄すの、ただもうね、4番、9番のあれを4番がもし白だったら強人かなって思ってますね。はい。なんだもん、2番もあれも。まあ、例のいない、なんも言えないんですけど。もう少しやって。で、まあ確かに、
4番さんって俺の黒要素を上げてたんですけど、なんて言ってたっけ？一番の印象いい理由が分かんなかったって。いや、自分と視点があったから印象が良かったんですよね。それじゃダメですかねって思いましたね。率直に。はい。なんで今日4番ですね。俺の黒要素の開け方が不当すぎますね。はい。ゲーザー8級に関しては、9番の方が、まあ、新芽かなっていう感じですね。なぜなら6番に白刺して、白い人を釣りますっていうのはさ、ヤクスラでしょ。結局マイナスだと思うんだけどね。ぐらいかな。8番は。いや、行きます。これ、村だ。8番のプレスキルはこんななの？ガッチガッチの村で仕事で、強靭だと思っているから、他の狼は探しませんに聞こえるんだよ、聞こえ方によっては。より自分で確率的に人外のやつを釣りたいからっていうならまだしも。声方は、狼探したくないですね。聞こえるんだよな。あ、4番勝手に自滅してくれたからラッキー。投票が終了しました。生き残った。ラッキー。追放されるプレイヤーは、ただね、4番が村かの遺言を発表してください。まず俺強靭でもないし、3番さんも俺を強靭で置くんだったら、俺が5番さんを強靭で置いて釣りをしたのおかしいっていうのは3番さんおかしいでしょ、それ。強靭が強靭で置くことって結構あるんだよね。やっぱり俺1番さんに関して言っておくと、発言が途切れ途切れで聞こえなかったから、3番さんが1番さんを印象いいって言ったのか分かんなかったって言っただけです。5番さんに関して言っておくと、なんだっけな、白 80%、20%、正直そこはちょっと俺には理解できない。よく分かんなかった。単純に分かんなかったから、村3人か。強靭っぽいの釣るのって別に全然ありじゃないかなって俺思ってるから、5を強靭だと思って5を釣りをした。その目線が一緒だった8番さんの方がちょっと新っぽく見えたんだが、さんまさんも、9の方が新っぽいって言ってる理由がちょっとよくわかんないよね。6番さんを強靭で置いて8を狼で見てるっていう発言を9番さん残してたから、それを信で見るっていうのはやっぱさんまさんは、どっちかに繋がってるんじゃないかなって思うよ。雑なライン切りなのか、ラインを作ってるのか、だと思う。だから3番さんに入れました。はい。僕が、例えば人外だったらね、僕が狼、狂人だったら役で出るよ。6番さんしか役出てないし、釣り回避のために役出てますからね。出るけどね。はい、それぐらいです。何も落ちてませんからね、皆さん。1狂人2浪潜伏しております。はい、狼探す姿勢があったかっていう。夜が更けました。ことなんだよ。人狼に気をつけてください。4番、5番狂人を大きくしてん、じゃあ8と9が狼で？じゃあ、あと7と1と3と2で誰が狼ですかっていう、そこの視点を落とさないとダメなんだよ。5は狂人だったら、より7、1、2、3にいる狼を釣らなければならない立場だってことだよね。それを捨てて、狂人行きますっていう視点はおかしいよねっていう。狼として見るならいいんだけど、狼いるじゃん、他に。狼考えてますかって話なんだよ。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。トップバッターか。占い師さん、結果お願いします。8番さん、9番さん。8番さん、1白。9番さん。9番さん、占い結果お願いしたいです。3白。はい。後で占った結果、しっかり言ってください。そうだな。うん。9番さんを新緑と怪しくなるのが、12578。12578。で、自分だから1578。で、8番を新緑と353579。わからないなぁ。なんか4番さんの発言聞いて、ちょっと自分も3番さん怪しいなと思ったけど、特に3番さんのクルース上げれてないし、その最後に聞いた発言だからすごく印象残っただけ、3番さん、わからないなぁ。その3番さんと1番さんにつながってるのかなって思ったからね、4番さんの発言聞いて、なんか3番さんが1番さんのこと好印象みたいなこと言ってたから、けどそれもないから、3番さんとのラインってどこで引けるんだろうって思ったかな。いや、全然わからん。
岸さん、とりあえずナイスです。6番さん守ったのかな、よくわからないけど。本当にわからない。役について出てくるとかどうかは自分言ったらなんか自分黒目で見られるかあんまり言いたくないけど、そこら辺はセンスに任せます。そしてなんかライン精査とかあんまわからへん。3番のプレイヤーが発言します。はい、というわけで。まあ、騎士は出ないんですかね。もうそろそろ騎士は出た方がいいと思うけど、出ませんかね。はい。じゃあいいです。はい。8が。ってことは7がグレーということは。じゃあ今日は7か5で詰めて、またクロスしたらどうですか。7か5は騎士がいるんでしたら出てきてほしいんだけど。いませんかね。ってことは、俺を除いてどっちかに騎士がいるっていうことですよね。1、2、どっちかに。どうだろうね。名は足りるよな。1、2、3。OK。個人的には7から詰めたいかなって思ってますけどね。9の方が新芽高いと思うから8番から詰めてもいいと思うけど、まあ自分個人的には7から行きたいかなって思ってます。以上。5番のプレイヤーが発言します。3番さんは強人 ?8、9の狼がいて釣れない、俺余裕で8番釣るから。大丈夫。あ、5番さん、俺強人なんでしょ、じゃあ8番釣るから。大丈夫大丈夫。8番さん狼でしょ、じゃあ俺強人として仕事してないからね。俺無理だから。ごめんごめん。占い師、8番のプレイスキルがあるにもかかわらず、強人を釣ります。イコール、狼セサなんか俺しませんって言ってるようなやつはもうこの世界から消えてなくなればいいんだよ。だから釣るよ。制裁釣りだ。舐めたプレイしないように。次からは狼探せ。ヒロちゃんっていうスーパーレジェンド級はもう黙って村とおけ。こういう時のヒロちゃんは村だ。狼の時は違う。狂人の時も言っとくわ。ということで今日は8番釣ります。はい。7番とかは知らないです、僕は。もう8番の陣外はもうロックオンしてるんで。というよりもね、狂人を釣ります。他の狼の精査しません。4番もそうだけど、48って。村だったらそれ48が悪いんだから。真っ黒発言してるあなたたちが悪いんだから。潜伏しても別にね、俺はね、真と見ようと思ったけど、発言がね、もうね、ブラックすぎるっていうかね、もうなんだろうこの人って思うからね。もう9死んでおいでるからもういいよ。負けたら4と8が悪いんだ。狂人を釣ります。狼の精査全くしませんっていう人なんていらねえわ。8番釣ります。もう人外、あなたが死んであっても、俺の中ではもう死んじゃねえから、8番と4番が悪いんだから、村だったら。PP 負けで、それ4と8が悪いんだから、みんなに謝れよってレベルだから。俺は全然4と8に謝んねえから。真っ黒だから。クレー精査しませんっていうことだから、イコール。8番釣ります。6番のプレイヤーが発言します。5番さんなんでそんな怒ってんの？まあ、正直、今日は占い精査だと思うんだけどね。騎士が出ないってことは、まあ、俺守りで GJ でしょう。で、そのまま潜伏するのであれば、グレイチを詰めてしまうのはまずいでしょう。8番釣って、9番さん新進行とは限らない。騎士が GJ を出せば、もう一回、9番さんを釣るって可能性も出てくるからね。俺はやっぱり9番さんが真に見えていて、2番さんはかなり白いかなと思った。2番さんはね、強人は絶対ないと思うんだよね。一周目の発言で6球が出てて、9番さんの方からっていうのは、2番さんが強人だとしたら、俺に白を打ってる9番さんは人狼ということになるから、9番さんからするって発言できないと思っていて、2番さんは強人はないと思っている。で、さらにクロス占いしてよっていう話す発言、かなり白かったので、2番さんは後ろに置いています。8球で言ったら、俺はやっぱり9番さんが死に見えてるので、8番さんから釣る。8番さんから釣ってね、人狼でね、2人、潜伏してるって考えると、17ラインが見えてしまうんだよね。1番さんはしっかり4番さん釣りをしてたけど、7番さんには全然触れなかった。
7番さんも1番さんかなり釣り位置から離そうとしていたので、17ラインが見えているので、8番さん釣りから行きます。で、9番さんには1番さん占ってもらえたらいいなと思ってます。8行きます。うん、俺が先輩だったらごめんね。7番のプレイヤーが発言します。まあ、ゴール違うの、あ、違う、ゴールが一緒で、5、6番はやっぱりなんか、一見噛み合ってねえな、みたいなのは思う。8番に行くっていう視点は、まあまあ、どうなんかなとは思ったよね。占いっていうのは、1に対して白を打つ。じゃあ、8がローに見え、ん ?8 が強靭ないし、ローに見えているのであれば、6番さん目線ね。6番さん目線、8が、芯がなくて、黒陣営であるのであれば、じゃあ1に対して刺した白はどうなんのって思うし、9番が刺してる3番への白っていうのは強靭じゃないのかなっては思っちゃったけどね。3番さんの発言が、僕に投票でよかった？投票位置そんな僕じゃなくないとは思ったよ。だから、9番芯が3番の強に対して、指しているものだとするならば、8番は必然的にローにはなるよね。で、1番っていうのは、2日目で囲ったのかなっていう目線は僕は置けるけどね。あくまでそれはヒロちゃんを白く置いているがゆえにっていうのもあるとはいえ。で、2番さんっていうのは、役持ちないし、スムラにはなっちゃうけども、うん。そんな、2番ってそんな引っかかる話してたかな。個人的に、白刺さってるからってのもあって、そんな発言拾おうとはしてなかったわ。ってのも、どこに行くのか正直分かってないです。8番のプレイヤーが発言します。はい、俺芯なんで今日の俺釣り絶対やめてね。で、俺目線の話するよ。で、1が俺をもう相当叩いてきたから、ここ占ったら白結果。で、1、2、白ね。で、6が役職で、ほぼここは白でしょう。ということで、9がね、狼だと考えれば、ラストウルフがね、3、4、5、7なんだよね、3、4、5、7。で、4で落ちてれば、多分9いって終わりなんだけど、今の7の発言から、俺は9、7っぽいなと思ってるね。で、9、7、ロー、ロー、5強陣っていうのが一番しっくりくるかなと思ってます。はい。そんな感じかな。だから、ロー行くんなら今日は7かなと思っていて。で、もちろん9行ってほしいんだけどね。はい。で、9から行って、7行ってっていうのが多分、道筋としてはいいのかなと思ってるけど。だからね、どうなんだろうね。まあ、5番さんの意見もわかるんだけどね。やっぱり発言おかしいところを落とすべきだと思うんだけど。で、5番の4叩きっていうの俺不当だと思ったけどな。うん。で、俺の叩きに対してもね。うん、まあ俺は、そうだな、強めとして人外を落とすっていうのは全然進行としてありだと思うからね。はい。だから発言のおかしい5を釣りをした。ただね、まあちょっと4番もね、おかしな話してたんで、まあどっちかかなと思ってたんだけどね。で1番さんに関してはね、俺はね、盤面的にちょっと話をまだ聞けてなかったからね、釣り位置として上げただけで、それだけでヘイト向けるっていうのはおかしくないか。はい。まあ結果してるだったけどね。で今日は9、7どっちか入れますね。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。8番さんが、もし自分をラストウルフに置いて、相方が、なんだっけ、いるなら、3、4、5、7でしょ。なんで6入れない？あなた6占ってないじゃん。って話になる。そこが黒目です。黒目っていうか、黒なんだっけ。まあ、とりあえず、そこ黒です。そこが黒です。とりあえず、まあ、どうだろう。4がもし、ロだったら、まあ、あれ、嬉しいって感じかな。で、今日は、まあ、8筋でお願いします。どうだろう。4がウルフだったら、まあ、ラッキー。で、157。まあ、とりあえず今日は8釣りでお願いします。で、まあ、とりあえず、あれ、次多分グレー、
あれ、釣られるんで、まあ、まあ、明日、なんだっけ、ハンターじゃねえ、カリビトが、か、騎士が出てきてくれたら、まあ、考察しやすいんで、まあ、まあ、とりあえず、騎士さんグッジョブで8筋でお願いします。1番のプレイヤーが発言します。結果だけど今日8から行きますね。もう8番の今日の発言、失言だらけでしょ。まず、6番のことをほぼほぼ白と言ってるけど、役だから白でしょ。隠し白でしょ。何言ってんだと思ったんだけど。んで、8番曰く5番さんが4番の叩きが不当って思うなら、不当って思うなら、じゃあなんで4に入れたのって思ったんだけど、5番のことはあなたも強人と思ってるんでしょ。じゃあ4番と同じ考えなのに、なんで昨日4番に入れてんのって思ったんだけど。うん。んで、最後の発言ね。最後のおかしな発言ね。うん、今日9、7どっちか行きますって。いやいや、普通に9行きたいんじゃないの、あなた目線だった。んで、7占いますって言えばいいんじゃないの、あなたが真の占い師なら。あなたが真の占い師だから占う能力持ってないんでしょ。もうバレバレだよ、マジで8番。人外ね。8番釣ります。全プレイヤーの発言が終了しました。うん、8番は、と4番は自業自得だから、ちゃんと黒探せ。どんな根拠？黒探さねえやつはいいんだよ、もう負けだって。8番の4番が悪いんだからしたことねえわ。黒探す気ないっていうこと言ってるやつがいて、勝てるわけねえだろ。黒探すんだよ、黒。黒探さなきゃダメなんだよ。もう8が真なんだろ。投票が8の態度が変わってたら、俺は8の真を見てあげた。9番に入れた。でも態度が変わらないんだったら村はどっちみち負けるから。狼探す気持ちがない人は負けるから。そうだね。どうなんだろうな、これ。まあ、八が死んだ。多分ね、俺957で合ってるとは思うんだけど、内訳がちょっとよくわからんね。で、5番が強ムーブしてる狼の可能性は俺十分あるかなと思ってて、ね、57ローローっていうのはあるのかなと思ったね。で、旧強人の、ま、旧強人の57ローローっていうのはあると思った。真だと思ってもこの考えじゃ曲げるだけ。だからね、俺真で、旧偽確定なんで、当然旧に行ってほしいんだけどね。うん。俺の真目追えないかね。うん。まあ、一番さんはずっとミスリードしてるからね。まあまあでも、役職の6番さんもそうだからね。多分、俺らの予想だと5番さんっていうのが、あのね、強ムーブしてるローかなと思ってるね。で、そこに騙されてる村人陣営っていう感じなんじゃないかな。うん、俺にはそう見えてるよ。957ね、多分。夜が更けました。あのさ、もう PP で負けじゃないの？4番村だったら。何を言ってる？ 4 番村だったら負けでしょ、もう。当然負けなんだから、ほっとけよ、もうっていう感じだね。でももう釣るしかねえだろ。わかんねえよ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。これ役ねえぞ。5番、6番のプレイヤーが発言します。はい、占い結果お願いします。1黒、やっぱ1黒、1黒あったかなと思ったから普通に1でいいと思うんだけどな。俺、8強人の17ローって見て。夜が更けました。ゲーム終了。村人陣営の勝利です。7番さん、7番さん来たと思った。